こんにちは。ロードライアイランド大学4年生の CJ ベイトンです。今日は私が日本で知ってみたい3つのことについて発表します。これが日本で知ってみたい3つのことです。まず、特許 k カズプレイとストリートカットを試してみたいです。そして、友達と一緒にサト・さとブライアン本店で焼肉を食べてみたいです。それから、特許の竹下通りで日本ブランドの服を買ってみたいです。 まず一つ目にしたいことです。それは東京カズプレーとストリートカットをメすことです。東京カズプレーとストリートカットは東京と古都区にあります。そこでカズプレーをしてカットに乗ります。そして二つ目にしたいことです。それは友達と一緒に佐藤ブライアン本店で焼肉を食べることです。焼肉は東京と杉並区と企業と杉並区にあります。油が少なくておいしい牛肉を焼いて食べられます。 最後に見つ目にしたいことです。これが一番したいことです。それは東京の竹下通りで日本ブランドの服を買うことです。東京の竹下通りは東京と渋谷駅にあります。アクセサリーや宝石、ジュエリーも買いています。いろいろんなクレープも食べられます。今日は私が日本で知ってみたい算数のことについて発表しました。ご視聴ありがとうございました。